ございます。今年最初のパッパラニュースをお送りいたします。お正月休みの秋田すっとん共和国ではすっかりおとそ気分も冷めあり、いつもと変わらぬ日常が戻ってまいりました。ところで地球防衛組織のパッパラ隊では市民の安全を守るべく隊員たちが正月も返上で任務に勤しんでいるようです。たった今レポーターのランコさんと中継がつながったようです。早速呼んでみましょう。ランコさん、あら、ランコさん、おーい、え、なになに、うそうそ、ランコちゃん、どうも、全国1億2000万人のアイドル、ランコちゃんです。私は今、パッパラ隊の基地にお邪魔しています。地球を守る正義の味方、パッパラ隊の仕事始めの様子をレポートしてみました。それでは、どうぞ。ハッピーニューイヤー。何遊んでるんですか。だってお正月だもん。何が正月ですか。松の内はとっくに過ぎてるんですよ。犬も歩けば棒に当たる。はい。舞さんまで。いやー、庶民の見知らぬところで頑張っている人たちってのはいるんですね。いかがですか、ゴーテンさん。ブーパッパラ大学名誉教授ゴーテンさんの大変ありがたいお言葉でした。それでは本日のパッパラニュースを終わります。皆さんごきげんよう。終わるな。あれ、江口さん。ちゃう、ちょっと江口夏実、あんたどっから飛び込んできたのよ。いつまでもアホなことやってる場合じゃないの。たった今とんでもない重大ニュースが飛び込んできたのよ。重大ニュース、何を言った。パッパラ隊に解散命令くだ、解散だと、なんでやねん。パッパラ隊の所属する地球防衛組織は宇宙人の攻撃から地球を守るために組織された国際機構なんですが、肝心の宇宙人が全然攻めてこないんで、先日の会議でなんと地球防衛組織の一斉解散が決定されました。ガガーン。何なのよそれ、どういうことなの。つまりSAS もパッパラ隊も今すぐ解散。私たちはもう防衛隊員でも何でもないただの人ってこと。ただの人。宇宙人が攻めてこない、そんな。いやー、どうやら本当に解散のようですね。ってことは突撃パッパラ隊は今日で最終回ね。というわけで長い間応援ありがとうございました。さようなら。だから終わるなっちゅんじゃ。気まぐれお嬢様は宇宙よりの使者。納得がいきません。仕方ないじゃないかね、白鳥沢君。これは世界的決定なのだよ。君一人のわがままで覆える問題ではないのだ。パッパラ隊は即時解散、以上だ。何が世界的決定ですか。我々隊員がこれまでどれほど過酷な試練に耐え、命がけで任務を遂行してきたか。あなた方はそれを何だと思っとるんだ。え、白鳥沢君、この請求書の山は何なんだね。なんだね、この宅配ピザ5000枚というのは。命がけの職務になんでカラオケセットが必要なんだ。この通販の美少女アイドル生写真セットというのはなんだ。5泊6日の温泉合宿ツアーなんていつの間に行ったんだ。おまけにこの少女漫画通信講座というのは何なのだ。白鳥沢君、これは君のサインじゃないのかね。年がら年中遊んでばっかりやるアホみたいに使う予算など一銭たりともなかったらんわ。さらば青春。それはパッパラだよ。高校球児じゃあるまいし、こんなもん持って帰ってどうするっつーの。いいんだ、これは俺らの汗と涙が染み込んだ神聖なる土よ。おおよ、家宝として猫のトイレに使ってる。あ、そう、美しい青春ね。だけど、はみ出し者の俺らがこの隊を追われたら、明日からどうやって生きていけばいいんだ。お、すまん、わしの力が及ばなかったばかりに。隊長、心配するな、お前たちの無念はこのわしが。そうそうあった、世界一の少女漫画家になることで晴らしてやるぞ。おお、隊長の背中に五光が。なんでそれが無念を晴らすことになるんだ。隊長、素敵に眩しいっす。隊長、お前たちはわしの命だ。こんな形で全てが終わってしまうなんて、これからどうすればいいんだろう。博士、荷造り終わりました。ああ、よかったですね、もう戦わなくていいんですよ。ああ博士、満島くん、ランコ、ほら
いつまでも途方に暮れてないで、水嶋君一人ぐらいちゃんと食べさせてあげるから。やめろ。ほらお前、博士をどこに連れて行くつもりだ。知れたこと。これから水嶋君は私ん家にお婿さんに来て、ラブラブ新婚ライフで末永く幸せに暮らしましたとさ。めでたしめでたしになんのよ。何勝手なこと言ってんのよ。水嶋くん、私エステのお店開こうかと思ってるんだけど一緒にやらない？水嶋くんって素質あると思うんだけどな。ほら勝手に決めるな。そっちこそ水嶋くんをおもちゃにするんじゃないわよ。桜花の言う通りじゃないか。私は戦士になりたくてなったわけじゃない。そうだ、これでいいんだ。なのにこの言いようのない虚しさは何なんだ。あああああ、何なんだ。雰囲気の悪いこと言わんでください。待て。なんだお前は。かっこいい。大の男どもが女の子相手に一体何をやってるんだ。貴様には関係ないことだ。痛い目に遭いたくなかったらすっこんでな。やめろ、私は今拳を交える気分じゃないんだ。舐めやがって。かっこいい。あっと、あのワイルドな髪型、きれいをたたいた涼しい目元、りりしいお姿、私ってば一撃必殺でフォーリンインラブしてしまいましたわ。君大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。危ないところを助けていただいて。変な人には気をつけるんだよ。それじゃ。もしお怪我は？大丈夫ですよ、私の体は頑丈にできているから。いや、お待ちになって。まあ、鼻血が出てるじゃありませんの。私が治療して差し上げますわ。どうぞこちらへ。あ、いや、ちょっと、私は大丈夫だ。話してくれ。もしもし。どうだ、姫は見つかったか？それが、たった今、取り逃がしました。ざっとバカ者。そう、水虫様っておっしゃるの、素敵なお名前ですわね。いや、水島ですけど。あ、言い忘れました。私、ミラルカボーダって言います。よろしくね、ミナムシ様。だから、そうじゃなくて。嫌ですわ、ほんのお嬢様ギャグですわよ。水島様ったら本気になさって、おっかしい。何なんだこの子は。水嶋様ってお強いんですね。正義の戦士みたい。それがもう戦士ではなくなってしまったんです。え、まあそんなことか。おかしいでしょ、決して戦いが好きではなかったはずなのに、いざ宇宙人と戦う必要がないと分かると何していいのかさっぱりわからない。私の人生って一体何だったのかな。なんで初対面の君にこんな話してんのかな。わかりました、要するに戦う相手がいればいいのですね。え、大丈夫、パッチファイ。あ、水嶋様のお悩み私が見事解決して差し上げますわ。ああ、ちょっと待っててね、水嶋様、またお会いしましょう。おっかしな子だな。姫の居場所はまだ見つからんのか。申し訳ありません。たく、なんで我々が姫の鬼ごっこに付き合わにゃならんのだ。一国の舞台を何だと思っとんだ、あのジャジャモの天気パープ娘は。そのジャジャモの天気パープ娘が戻ってまいりましたわよ。誰なのかな、姫のことそんな風に言うのは。鬼ごっこは飽きましたわ、もうやめにします。はい、で次は何をして遊びましょう。思うことかな、だるまさんが転んだかな。
のフォンマーテル。私は巨大帝国シュバルツランドの王位継承者なのですよ。はい。父上亡き後、国を治めるのはこのミラルカボーダーを置いて他におりません。いつまでも遊んでるわけには参りませんわ。姫があれほど。やだやだ、私普通の女の子の方がいい。どうさいていたわがまま娘のミラルカ姫がついに目覚めてくださった。姫、よくぞ決心してくださいました。我ら一同とはの忠誠をお誓いします。よちよち、男の子が泣かないの。全員持ち場につけ。我がシュバルツラント、積年の野望世界征服を果たす時がついにやってきたのだ。あ、姫。あ、いや、陛下、早くご指示を。第一の目標はイズコに。そうね、絶対共和国なんかいいんじゃないかしら。突撃パッパラ隊。ジョー、幸せだわ。この世界は俺たちのものだぜ。ジョー。お、なんだ。惑星引いてベータ塗って、ボーンを張って消しゴムかけて、惑星、うらうら、少女漫画家アシスタントの道は長く険しいんじゃ。もちっと声を出せ。なんでわしらがこないなことを。あ、非常事態発生、非常事態発生。ただいま首都上空に謎の飛行物体の群れ出現。人々がパニックに陥ってる模様。なんだあれは。地球の民よ、我々は宇宙人である。この星は我々が征服した。なんだと。姫、何故我々が宇宙人のふりをせねばならんのですか。だってその方がかっこいいじゃありませんの。かっこいい、それもそうですな。というわけだ、地球人どもよ、おとなしく降伏すればよし、抵抗すれば地上は阿鼻叫喚の地獄と化すであろう。ジョー、私たちの世界が悪の宇宙人に侵略されようとしているわ。心配するな、リンダ。この世界は俺が命に変えて守ってみせるぜ。ベントラベントラ、お尻ペンペンだ。悔しかったら鼻から牛乳飲んでみろ。やった。どうしたの、しっかりして。我が星の最終兵器、超ハイパー笑っちゃうぞ光線だ。早く降伏しないと犠牲者が増えるぞ。どうだ、思い知ったか。なんで笑っちゃうぞ光線なんですか。他にもっと強力な武器が。だって痛くない方がいいじゃありませんの。それもそうですな。宇宙人、とうとうやってきやがったか。うわー、ほんまに宇宙人が来よった。ほんまに攻めてくるとは思うとらんかった。安心したまえ、我々には地上最強の精鋭部隊がある。そうだ、パッパラ隊を呼ぼう。彼らなら見事宇宙人どもを撃退して、こないだ解散させたばっかりやんけ。逃げよう。それもそうですが、これは不測の事態なのだ、我々の責任ではない。では気づかれんうちにとっとと退散しましょう。抜き足、差し足、忍び足と。まあ段階。おお、パッパラ隊の諸君、いいところに来てくれた。我々を安全なところへ逃がしてくれ。これは命令だ、早くしろ。バカモン、民衆を二人にして逃げるとは、貴様らそれでも地球防衛隊員か。いけいけ、世界を蹂躙せよ。我々の力を全地球人に思い知らせるのだ。何がすっとん共和国だ。こんな連中を落とすのわけないぜ。ずいぶんと好き勝手してくれましたね。なんだあいつは。逃げるな、敵は一人だ、撃て。
私が死神と呼ばれた男、水島泉だ。いやー、水島様、いかがですか姫、我が軍の戦いぶりは。バッチブイ、この調子でじゃんじゃん攻撃しましょう。聞いたか、姫の極体に添えるよう即座に都心部を制圧するのだ。おー、水島様、ミラルカは愛するあなたのためにあえて修羅の道を行きますわ。どらー、くらえ。ここはスキーブライダーの本部だ。包囲しろ、中の人間は一歩たりとも外へ出すな。我がすっとん共和国防衛本部に乗り込んでくるとは恐れを知らぬ連中だ。久しぶりに腕が鳴るぜ。わしらを舐めたらあかんぜよ。野郎ども、燃える男のパッパラ魂、宇宙人どもにとくと思い知らせてやれ。父さん、その腰抜けども、それでも誇り高きパッパラ隊員か。今は違うもん、少女漫画家のアシスタントだもん。そうそう、学園にいてベタ塗ってトーンを張って、地球を守って、宇宙人たちをやっつけて、戦って、私たちのために。あなただけが頼りなの。任せてください、オデウさん。あんな奴らデコピン一発で銀河系の彼方までぶっ飛ばしてやりますよ。行くぞ、打倒宇宙人。あ、盛り上がってきましたね。ドビカン、いつの間に。はい、ランコちゃん、お待たせ、秘密兵器の差し入れよ。これはこんなこともあろうかと開発しておいた戦闘用パワードスーツよ。お、これを使えば宇宙人と互角に戦えるぜ。でしょでしょ、さぞみんな早く来てみて。ガチャ超戦士パッパラファイター、よし起動。あのランコちゃん、これ重くて動かないっすけど。えい、なんだこれ、勝手に。心配しないで、そのスーツは遠隔操作で動くようにできてんの。先生見つけてやる。シュバルツラントの精鋭部隊がすっとん共和国ごときに何を苦戦しておるか。いや、やっぱり水島様は戦ってらっしゃる時がバッチグイ、素敵ですわ。何、危ない。オーカ博士、火星に来ました。ダメじゃないか、むやみに熱戦を打ったりしちゃ。ごめんなさい。だが今回は許す。オーカ、存分に暴れてよし。はい、敵の最新兵器だ。撤退だ、引け。いよいよ最終形態行くわよ。さあ、今度はなんだ。闇で関節が逆に曲がる。これは何かしらがかっこいいぞ。行け、パッパラファイターデラックスターボ、敵空母に向けてファイナルフォーメーションアタック。やむを得ん、全軍撤退だ。姫、ご無事ですか。ってあれ、姫。博士、敵が逃げていきますよ。ああ、水島くん、勝ったのよ。私たち地球の平和を守ったのよ。ああ、そうだな。水島様、バッチブイでしたわ。あれ、君は確か、あなた様の勇敢なご活躍しっかり拝見させていただきました。ですが、宇宙人はきっとまた攻めてまいります。これからも頑張ってくださいますね。私、陰ながら応援させていただきますことよ。ありがとう。
水島様、ガブーンは、ごきげんよう。博士、何ですかあの人。さあ、私もよく…なんなのよ、あの小娘は。あらあら、複雑骨折だわ。痛いの痛いの、飛んでけ。あの舞ちゃん、今回はそれじゃ治らないと思うんですけど。突然の宇宙人襲来により地球防衛組織は急遽解散を撤回。パッパラ隊も存続することが正式に決定したそうです。というわけで突撃パッパラ隊はまだまだ続くようですね。よかったですね、ゴテンさん。プリティーランコちゃんの活躍、これからもよろしくね。トライアングルデートはわなわなジェラシー。